さて、それでは早速私からちょっと先に代表質問をさせていただきたいと思います。あの映画見させていただいてすごく楽しかったんですけれども、日本でも馴染み深い西遊記、この始まりの物語ということでチャウ・シーティー監督が今回制作脚本監督になられたわけなんですけれども、どうやってこの映画化を思いついたのか、そして映画化に着手したというところのまでお話をいただけると嬉しいです。其實《西遊記》我一路都好中意嘅，所以咧我好自然我就《この西遊記》というのは僕自身すごく好きでですね、もう以前からぜひ撮ってみたいというふうに思ってました。そして実際キャスティングなどはスムーズにこう決められたんでしょうか？キャスティングね、都好順利，因為即係你見到我電影裏邊好多即係唔同嘅角色咧，其實佢哋大家都做得好到位，表現得都好好嚇。あのキャスティングもすごく順調でした。このなんか、この映画見ていただくと分かりますけども、いろいろな役柄の方すごく、しっかり、素晴らしくやられています。そしてチャウ・シンチー監督の作品といいますと、本当にあの主人公だけじゃなくて周りにいるキャラクターも全員が個性的でチャーミングっていうのも今回の西遊記ももちろんそうなんですよね。そしてもう一つなんですが、あの今日本でも人気がありますこの妖怪キャラクター、今回のこの映画の中でも非常に個性的な妖怪がたくさん出てきますけれども、そこら辺はどうやって生まれてくるのかも教えていただけますか？其實都是源於《西遊記》的原著啦，《西遊記》的原著咧就係孫悟空帶住三個徒弟去取西經的過程。咁但係咧，其實呢三個徒弟咧，それはもともとあった《西遊記》の原作から来てるものです。三蔵法師がですね、三人の弟子を連れてお経を取りに行くわけですけれども、その三人の弟子というのはもともと妖怪だったわけですから、そこから来てる。すごくそこの中のまたストーリーオリジナリティ溢れていると言いますが、とってもこう、ね、アクションも満載ですし、キャラクターがチャーミングだなと思ったんですが、肉付けはどうやって作ってたんでしょうか？脚本どれぐらいの期間で作られたのかも教えていただけると嬉しいです。这个我其实筹备了好久，我想由我开始諗再拍，其實我1995年嘅時候咧，我係拍過第一個《西遊記》。それもかなり前からのことです。1995年に最初の《西遊記》を撮ったんですけれども、その後にですね、どういうふうにすればもっといいものを撮れるかということで、いろいろ考えまして、というのが《西遊記》っていうこの物語自体はいろんな要素が含まれているわけで、ですから脚本に関してはもう大体10年ぐらいはかかっています。ありがとうございました。ではあの本日の記者の方々たくさんいらっしゃっておりますので、質疑応答に移りたいと思いますが、今回すいません、日本での質疑応答になるので日本語での質問ということでお願いしたいと思います。ではご質問のある方手を挙げていただけますか？とてもオリジナリティにあふれたパワフルな作品をありがとうございます。すいません、あの登場される時のミュージックもそうだったんですが、 G-Men75 の、 あの曲がかかるあのシーンはとてもインパクトがあったのですが、何かあのそれにまつわるあのチョイスされたあのエピソードがあれば聞かせてください。其實好多日本嘅朋友都問我呢個問題。咁我諗最簡單、最主要就係我係 G-Man 嘅影迷嚟嘅。まあ日本の方々からも同じような質問をいっぱい受けてるんですけれども、まず最初にですね、僕自身が G-Man の大ファンであるということ。じゃあ簡単。単にあのそのシンプルなことが原因です。まあ、其實咧，最後尾咧，我覺得唐三藏同埋佢個團隊咧，即係幾個徒弟咧。まあ、実際ですね、三蔵法師が三人の弟子を連れて悪を撲滅するというそういう意味でですね、人面っていうのがすごく合ってるなというふうに思ったわけです。よろしいですか？はい、ありがとうございます。続いてご質問ある方いらっしゃいますか？じゃあ、そちらのロングヘアの女性の方にマイクをお持ちします。日本で6年ぶりということで、今回の思い切り感想はいかがですか？そして、日本の皆様この作品を見て、どんな反応があるかと、自分の期待はいかがですか？もう
其實我昨晚先至到日本嘅，咁所以我今日都仲未有機會出去，即係我想試下，即係有冇啲再老實啲嘅拉麵啦，第一時間即係。まず日本に関してなんですけども、昨日の夜着いたばかりでまだ外へは全然出てないんですけれども、まず日本のラーメン、美味しいラーメンを食べてみたいというふうに思います。咁另外呢出電影咧，即係我當然我好希望日本嘅觀眾會喜歡啦。でこの映画に関してはもちろん日本の方々にも気に入っていただければというふうに思ってます。よろしいですか。はい、ありがとうございます。続いてご質問ある方いらっしゃいますか。じゃあそちらの男性の方にマイクを持ちます。映画の制作のことに関してお聞きしたいのですが、この映画を作るクランクインの時の監督のその映画の完成したイメージと実際に撮り続けて完成した作品をご覧になった後に、受けた印象、イメージ通りだったのか、それとも新しい何かをスパイスに加えながら完成されたという部分があれば、ぜひお聞かせください。我開始拍呢個《西遊記》嘅時候咧，就我覺得其實心裏邊好緊張，亦都好驚住會做得唔好嘅。最初撮り始めた頃はですね、すごくドキドキしてました。というのは、うまく撮れるかなという心配があったからです。咁拍完之後咧，其實我係開心嘅，因為其實我想像中我想做嘅效果啊，所有包括演員啊、動作啊、故事啊等等咧，其實都係做到我自己心目中嘅理想，所以我係開心嘅。で実際撮り終わってみたらですね、すごく満足のいくものができました。それはもう役者に関してもそうですし、アクションに関してもそうですけれども、自分が思っていた以上のものができたので、それはすごく嬉しかったです。よろしいですか。はい、ありがとうございます。続いてご質問ある方いらっしゃいますか。西遊記が元で、日本ではドラゴンボールというアニメができたんですけど、こちらの映画でドラゴンボールの影響は受けてるんでしょうか。肯定好大影響嘅，因為你見到佢最嬲尾咧嗰個孫悟空咧係有三個造型嘅，佢有一個造型咧係好似人咁樣樣嘅，另外一個造型咧係好細細細細粒咁樣樣嘅，同埋咧最後又會變咗一個好大大猩猩。咁其實呢啲就係龍珠俾我嘅一啲啟發啦。それはすごく大きな影響があります。孫悟空の最後のところなんかそうですけども、見た目三つありますけども。最初は人のような感じ、2つ目は、すごい小粒な、3つ目が大きい、ゴリラのような形、そういうのはもう全部、ドラゴンボールから、ひらめきを受けています。ありがとうございます。はい、続いてご質問ある方いらっしゃいますか。今回は監督に宣伝されたんですけども、主演をせずに監督だけをやった理由を教えてください。どんどん角色してたの。自分に合った役柄がなかったということです。有些角色呢、戲份太少我又不太喜歡、良さそうな役柄があっても出番があまりなかったので自分では気に入らなかったし。我只是做主角而已。因為というのは僕は主人公しかやりませんから。配角我沒興趣。脇役は全く興味ありません。いいですか、ありがとうございます。ちなみに監督、ウェンチャーさんをこう主演に決めた決定だっていうのはどこなんでしょうか。唐三藏、はい、因為通常 我去做演員的 casting 都是會看感覺，文章呢，他是很我覺得佢外形好啱，同埋佢本身都係對於佛學好有興趣、好有研究嘅，咁所以我覺得佢好適合做唐三藏呢個角色。役者のキャスティングをするときでは大体、自分の直感で選ぶことが多いんですけれども、彼の場合はですね、まず、見た目がすごくこのストーリーに合ってたということと、彼自身、仏門、仏教のことを すごく勉強されてるっていうことがありました。ありがとうございます。中国の映画市場が飛躍的に伸びている中、
例えば97年前の香港とか、あるいはそのあとでもですね、そういう時と比べて映画を作る環境、例えば、撮影現場であったり、あるいは出資元であったりとか、そういうところに何か変化が起きているんでしょうか。現在我覺得是我們一個挺好的時間來的，即是機會 都是很多，還有因為譬如中國內地 的市場現在會即是發展得很快，那其實即是我們多了一個很大的市場，其實我覺得是現在是比以前更好的。まあ、以前に比べてですね、今この時がすごくいい時間だと思うんです。中国でも、映画産業っていうのがだんだん、発展を遂げてきまして、一つの大きな市場ができたということで、今がやっぱり一番いい時だと思います。よろしいですか。はい、ありがとうございます。続いてご質問ある方いらっしゃいますか。